正志さんがね、ここはどうしますかってすごい楽しくて、決めるのはドアノブ一つもすごい楽しくて、そうね、聞きやすくて、でその裏のやっぱお金の面とかがやっぱちょっと、その決める別の問題がちょっとやっぱ大変だったかなっていうのがあったんですけど、金指さん結構お金のことも結構知ってることが多くて、なんかやっぱ他のことは結構大変なんですよねって私悩んだ時に、金指さんはすごい、どういうところがやっぱ大変ですかってすごいこっちの身になって聞いてくださって、すごいそれ今でも覚えてるんですけど、すごい疲れてたんですよね、子育てと出産後とその家のことで。でも金指さんすごいそこで何が一番大変ですかってすごいそこで聞いてくれたのがすごい嬉しくて、あと女性目線ですごいあのね設計してくれたのがすごい良くて、もうあの金指さんおしゃれなイメージがあって、その雰囲気がもう好きだったから、あもう金指さんに立ててもらえば自分たちのセンスはなくとも素敵なお家になるなって勝手に思っちゃって、それはあの言ってましたね。とりあえず任しときゃ間違いはないんだろうなっていう、その悩むときは、そうそう、立ってみて、あ、やっぱり金指さんに全部と、ね、プロデュースしてもらえてよかったってすごい、あのおしゃれなイメージがそのまんまだわって思ってます。あ、そうですね、これこれもあの打ち合わせの時にこの付けだった、なのでこの机がいいって言ってこれにして、でいつも同じものにして、まあ、座り心地がすごい良くて、やっぱ他の椅子とは違う、そう家具もコーディネートしてくれていいですよね、このライトもそうだし、確かに、そうそう、カーテンもあのマリメッコにしたんですけど、そうですね、一つで全部完結するっていうのはすごくいいですよね、なんか家が整う、統一されるっていうか、カーテンもこれ散らばってる感は全然ないかな、ね、そうそうそう、このカーテン素敵ってよく言われるんですけど、家にすごい合ってます、これさ、だいぶね、もうあの譲ってくれたと思う、99.8% ぐらいは、いや、言い過ぎです、迷った時だけ決めてもらった、でもほとんど、まあ、私の趣味なんです、でも、彼には何と言っても書斎がありますから、そこに全てあの趣味が、なんていうの、そこはもう私何も言わなかったの、これにしなさい、これにしなさい、だからもうそこに全て詰まってるから、そこで満足だよね、そこは最高の空間になってます、全然だって床の色も違うし、そうそう、ここだけ、書斎だけ、でも本当そうですよね、そう、もう隠れば、そう、で、あとやっぱ明るいから、まあ、子供はまっすぐ育つかなっていう明るさで、明るさで暗い気持ち、まあ、自分もやっぱここの家に住むとやっぱ明るくなるじゃないですか、そう、あんまりこんなことにもなんないし、子供もまっすぐ育ってくれるかなって、だから子供もめちゃくちゃ友達呼んで、週に2回も3回も友達呼んで遊びに来て、でもだからすごい友達とか自分の友達も呼べる家ですよね、そう、なんかすごいみんな呼んですごい楽しいですよね、前はやっぱアパートだし呼べなかったっていうのもあるし、だけどこの家建ててからすごい友達来てくれるようになって、友達も増えて、そうですね、嬉しいですね、人が集まる家ですよね、割と、